はいどうも、ショートイズのショートです。今回の動画では久しぶりに新作フィギュア情報ということで、まだ動画でご紹介できてなかった新作のフィギュア情報をご紹介していきたいと思います。ということで早速見ていきましょう。はい、まず1体目がこちら。エスファイアさんからチェーンソーマン、デンジ&ポチタ7分の1スケールフィギュアになります。こちら先日ね、展示の感想動画を投稿したんですけど、8月18日から公式サイトで予約開始になりました。はい、でこちらまず価格が2万2000円税込みということで、まあ、チェーンソーマンのねフィギュアの中だと結構安めではあるんですけど、まあ、おそらくね台座がジオラマとかではないので、その分ね他のフィギュアより若干安い感じかなと思います。はい、でこちらサイズなんですけど、チェーンソー先端までで全高約 245mm になってます。はい、で原型彩色ともに高橋慎太郎さんが担当されています。こちら予約は今年の10月17日まで、お届け時期は来年2024年の8月頃予定しております。はい、続きまして2体目がこちら。フリーイングさんから甘露寺光り4分の1スケールになります。でこちらもちょっと前のね、ワンホップギャラリーですね、そちらで展示撮影したんですけど、こちらも予約開始になりました。はい、でこちら価格4万4000円税込みなんですけど、4分の1スケールということでかなりねサイズも大きくて、全高約 415mm になってます。はい、でこちら原型はちょっと読み方間違ってるかもしれないんですけど、二橋浩二さん、彩色は松田モデルさんが担当されています。はい、でこちら予約の期間なんですけど、今年の10月11日9時まで、発売は来年2024年の7月予定となっております。はい、で今回の甘露寺さんなんですけど、豪華版がありまして、こんな感じですね。豪華版だと足元にエフェクトが追加されます。で一応エフェクトはハートのシルエットの形になってます。はい、で通常版と違うところなんですけど、エフェクトがある分全高が上がってまして、約 435mm ですね。で価格も上がりまして、税込み5万5000円になります。はい、続きまして3体目がこちら。フィギュアーツゼロ品津川玄也になります。はい、で玄也ね、なかなかフィギュア少ないので、今回のフィギュアーツゼロ嬉しい方も多いんじゃないでしょうか。こちら価格は税込み9900円、サイズとしては全高約 175mm になってます。はい、で今回フィギュアーツゼロなんですけど、交換パーツが付いてまして、鬼食い地の交換用頭部パーツが付属しています。はい、でこちら発売は今年ですね、2023年12月予定となります。はい、続きまして4体目ですね。こちらアート FXJ の時藤無一郎になります。こちら価格は16500円、全高は台座を含めて約 180mm になってます。はい、で今回の時藤くんも特典がございまして、アベママートまたはことぶき屋ショップ限定で表情外パーツとしてあざありのお顔がついてきます。で特典ありが欲しい方は必ず予約で購入するようにしてください。はい、でこちら確実に入手できる予約の期限が2023年の9月5日、発売は来年2024年の1月を予定しております。はい、続きまして同じくことぶき屋さんからアート FXJ 甘露寺光りになります。こちら先日ね未彩色の原型ご紹介させていただいたんですけど、先日予約開始となりました。はい、で甘露寺さんも特典ございまして、アベママートまたはことぶき屋ショップ限定で、こちらも表情外パーツですね、笑っているお顔のパーツが特典としてついてきます。はい、でこちら価格は17600円税込み、サイズは台座を含めた全高が約 250mm になります。はい、で確実に入手できる予約の期限が9月19日、発売は時藤くんの1ヶ月後で来年2024年の2月を予定しています。はい、でここから新作の予約ではないんですけど、メガハウスさんですね、メガホビーエキスポに合わせてフィギュアの抽選販売が予定されておりますので、ご紹介していきたいと思います。はい、まず1体目がこちら。 POP ウォーリアーズアライアンス新米くの市おなみになります。こちら再販分ですね、価格は14300円。はい、で受付の期間が8月26日11時から9月8日23時までとなっております。でその後当選の発表が2023年の9月中、お届け予定も2023年9月発送予定となっております。はい、続きまして POP ウォーリアーズアライアンスチョパエモン再販になります。こちら価格は7480円税込みで、受付期間等はオナミと同一ですね。はい、続いて POP リミテッドエディションコラソン&ロー再販になります。
こちら価格が 24,200円、税込みになってます。はい、続いてナルトですね。プレシャスジェムシリーズのカカシスサノオバージョンになります。はい、でこちら通常版が、価格 26,400円、税込みで、光る大座付きバージョンが価格 29,700円、税込みになっております。はい、続いて鬼滅ですね。ジェムシリーズ渦井天元になります。こちら価格は税込み 25,850 円になります。続きまして呪術廻戦斜め剣斗になります。こちらは価格税込み 17,490 円になります。はい、ということで今回も新作フィギュア情報をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの感想も教えてください。ということで今後もジャンプ系を中心にハイクオリティフィギュアの新作情報や開封レビュー動画どんどん投稿していきますので、気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。